こんにちは、カオルです。 SBI 証券の口座を持っているのに IPO の申し込みをしていないっていう方はいますか？もしいたら何十万円、何百万円もの大金が手に入るチャンスを逃してしまっているかもしれません。この前アップした動画でも IPO のことは知りませんでしたっていうコメントがあったので、今日は SBI 証券での IPO 投資について詳しくお話ししていきます。節約マスクのお金の話。まず最初に今日の動画の趣旨をお話しすると、 IPO 投資は当選すれば儲かる可能性が高いです。そして SBI 証券は IPO チャレンジポイントがあるので、いつかは当選します。だから SBI 証券の口座を持っている人は申し込んだ方がお得ですよっていうお話です。といっても IPO なんてそもそも知らないっていう人も多いと思うので、IPO ってなんだっていうところからお話ししていきます。 IPO っていうのは日本語では新規公開株式とか新規上場株式っていう意味で、企業が新しく日本の株式市場に上場することを指しています。そして今回説明する IPO 投資っていうのは、上場前に株を購入する権利を抽選で手に入れて、上場して初値がついた瞬間に売却して利益を出そうっていう作戦です。基本的には上場する企業っていうのは期待値が高いので、上場後は値上がりしていることがほとんどで、運よく人気のある IPO に当選していれば、何十万円とかめっちゃ大きいのになると何百万円っていう利益を出すことができます。抽選に当たらなければ上場前に購入することはできないので、運の要素も大きいんですけど、申し込みにお金が取られるわけではないので、無料で参加できる宝くじのような感覚で申し込みだけはまめにしておくのがおすすめです。といっても、実際はどのくらい儲かるの、損することもあるんじゃないのって気になる人も多いと思うので、最近の IPO の成績を見てみましょう。まずは2021年に新規上場した企業のデータです。表の見方は一番左が銘柄名で、次が上場した日で、次の公募価格っていうのが当選した人が購入できる価格ですね。で、初値っていうのが上場して最初についた株価で、初値ですぐに売却してしまうのが IPO 投資の基本的な戦略になります。騰落率は公募価格に対して初値がどれくらい上がったか、もしくは下がったかの割合を表した数字で、損益は公募価格で購入できて初値で売却した場合いくらの損益になっていたかを表しています。日本株は1単元が100株なので、損益は100株だけ当選した場合で計算しています。もちろん200株当選することもあるかもしれないですけど、 IPO は誰でも手軽に参加できて高確率で儲かることから倍率も高いので、当選しても100株のことがほとんどだと思います。上から見ていくと、紀文食品は 9.6% プラスの 11,100 円の利益で、なんだそんなもんかって思うかもしれないですけど、オキサイドの37万円とか、ベビーカレンダーの52万円とか、 G-NEXT の16万円とか、10万円を超えるリターンもゴロゴロあります。2021年は今のところマイナスになってしまった銘柄は一つもなくて、26勝0敗なので、 IPO 投資ってめっちゃすごいじゃんっていうのが分かりますよね。ただもちろん初値が必ず上昇するというわけではありません。例えば2020年は70勝23敗1引き分けで大きく勝ち越してはいるものの、例年よりもかなり勝率が悪かったです。マイナスになっている企業の多くはコロナショックの影響が大きかった3月とか4月に上場した会社なので、ちょっと2020年は特殊だったかもしれませんけど、マイナスになることもあるっていうのは念頭に置いておく必要があります。ただ IPO 投資を専門的に分析しているサイトとかでは、初値が上がりやすそうな銘柄とか下がりやすそうな銘柄とかを分析してくれているので、自分に IPO の知識がなくてもマイナスになりそうな銘柄を避けることもできます。リスクを含めても個人的には SBI 証券での IPO の申し込みはやるべきだと思っているので、ここからは具体的なやり方を交えながらその理由をお話ししていきます。SBI 証券にログインしたら、国内株式タブから
IPO、PO をタップして新規上場株式ブックビルディング購入意思表示ボタンを押します。そうすると銘柄ごとに情報がまとまっているので見ていきましょう。一番上に銘柄名が書いてあってブックビル期間っていうのが申し込みできる期間になります。あとは抽選結果の発表がいつで、当選していた場合に購入意思表示をいつまでにすればいいのかが書いてあります。申し込み期間中は申し込みボタンが表示されていて、このボタンを押せば申し込みの画面に行くことができます。申し込み期間が終了したら受付終了になって、抽選が終われば抽選結果に落選とか当選とか表示されています。で、申し込みの画面で入力する項目の一つ目は申し込み株数です。 SBI 証券の IPO は他の証券会社とは違うポイントがいくつかあって、その一つは申し込み株数が多ければ多いほど当選確率が上がることです。ほとんどの証券会社では一人一つの抽選券しかないので当選する確率は変わらないんですけど、 SBI 証券は100株につき1つの抽選券が与えられるので、とにかく多く申し込んだ方が当選する確率は上がります。ということで、基本的には自分の買い付け余力で買えるだけの量を申し込むのが正解になります。ちなみに SBI 証券では自分の買い付け余力より多い株数を申し込んでも、抽選時の買い付け余力で購入可能な株数での申し込みとみなしてくれるので、多めに入力しておいても問題はありません。次の価格はストライクプライスというのを選んでおきましょう。これは公募価格がいくらで決定しても購入する意思がありますよっていうことです。そして次の IPO チャレンジポイントなんですけど、これが SBI 証券で IPO の申し込みをやっておくべき最大の理由になります。 IPO チャレンジポイントっていうのは、IPO の申し込みをして落選した場合に1ポイントもらえます。私は現在274ポイント貯まっているので、274回抽選で外れているということですね。そして IPO チャレンジポイントは、申し込み時に使用することで当選確率を上げることができます。SBI 証券では通常の当選枠とは別で、IPO チャレンジポイント用の当選枠があって、その枠ではチャレンジポイントを多く使って申し込んだ人から順に当選者が決まります。そしてポイントを使用して当選することができなかった場合、ポイントは戻ってくるので、何度も落選してポイントを貯め続ければ誰でもいつかは当選できるはずです。なので SBI 証券の口座を持っているのであれば、 IPO の申し込みは必ず参加して、当選できなかったとしてもチャレンジポイントは貯めておくのがおすすめです。ということで、チャレンジポイントを使用する場合は使用するを選択して、使用するポイントを入力しましょう。あとは取引パスワードを入力して確認画面へ行って確定すれば申し込みは完了です。まあ当選していることはほとんどないとは思いますけど、抽選日に結果を確認して当選していたら購入意思表示をすれば OK です。ただ IPO 投資をしていない人にとっては、初値が上がりそうか下がりそうか判断するのは難しいと思います。基本的には上場前の公募価格は IPO ディスカウントっていう調整が加わって決定されていて、適正価格より安くなっているので上がりやすいんですけど、普通の投資と違って過去のチャートとかも何もないので、何を基準に考えればいいのかわからないですよね。経験が長い人たちは事業内容だったり当選株数だったりで予想をするみたいですけど、私のようにライトに参加するユーザーは専門サイトを見てしまうのが一番手っ取り早いです。一応私が見ているのは優しい IPO 株の始め方というサイトの IPO スケジュールのページなので、概要欄にリンクを貼っておきます。カレンダー形式で申し込み期間と当選発表日と購入期間が視覚的に分かりやすくなっていて、さらに銘柄ごとに期待できる順に SABCD という感じで評価をつけてくれています。そして銘柄名をクリックすれば、その銘柄の IPO に関する分析がいろいろと書いてあります。もちろん必ず当たるわけではないですけど、初心者が直感でやるよりは絶対にいいと思うので、例えば評価の高い銘柄でチャレンジポイントを使うようにするとか、自分なりに参考にするといいと思います。ということで、 SBI 証券の IPO には参加しましょうっていうお話でした。ただ
この動画で IPO に興味を持った人のために少し SBI 証券以外の証券会社についてもお話ししておきます。途中でも話しましたけど、 SBI 証券以外でも IPO の申し込みっていうのは行われています。そして他の証券会社も併用した方が当選する確率は確実にアップします。なんでかというと、そもそも株数には限りがあるので、各証券会社に割り当てられている当選本数が決まっているからです。銘柄によっては SMBC 日興証券では IPO の申し込みができるけど、 SBI 証券では申し込みできない場合とかもありますし、申し込みはできたとしても SBI 証券の当選本数はめちゃめちゃ少ない場合とかもあるわけです。ということで、割り当てが多い主幹事になっている証券会社で申し込むのが一番当選する確率は高くなりやすいので、このサイトでも狙い目証券とかが予想されています。単純に抽選券だけで考えるなら、 SBI 証券は100株ごとに抽選券があるので、全部 SBI 証券で申し込んでもいいような気がしちゃいますけど、実際はそうじゃないんですね。そして SBI 証券は資金が多ければ多いほど当たりやすい仕組みになっているので、一人一つの抽選券になっている他の証券会社よりも当選しにくいと思います。なんでかっていうと、資金力がある富裕層が大量申し込みをしていると考えられるので、私たちのような弱小投資家の当選確率は相当下がっているはずだからです。なので、本気で IPO 投資で稼いでやろうと思ったら、ありったけの証券会社の口座を作って、申し込めるものは全部申し込んで、余った資金分を全部 SBI 証券で申し込むっていうのが最適化になります。ただ現実的には申し込みとか確認の手間がかかりますし、当たるかどうかは運次第なので、私は気づいた時に別の証券会社でも申し込んだりするくらいで本気で取り組んではいません。ただチャレンジポイントっていう素敵なシステムがある以上、 SBI 証券では申し込んでおけばいずれ必ず当選できると思うので参加するようにしています。今回は SBI 証券に絞って紹介しましたけど、当選本数がたくさんあることが多い証券会社があったり、抽選申し込み時に口座にお金が必要ない証券会社があったり、証券会社ごとに特徴があるので、本気で取り組みたい人は各証券会社の IPO のページを見てみてください。以上、SBI 証券での IPO 投資のお話でした。このチャンネルでは節約とか投資とかお金に関するお話をいろいろとしています。一緒にお勉強してくださる方は他の動画も見ていってください。最後までご視聴していただきありがとうございました。